インバータ,バータとは直流または交流から周波数の異なる交流を発生させる逆変換する電源回路またはその回路を持つ装置のことである逆変換回路逆変換装置などとも呼ばれる制御装置と組み合わせることなどにより省エネルギー効果をもたらすことも可能なため利用分野が拡大しているインバータと逆の機能を持つ回路 装置はコンバータ、または整流器、純変換器とも言う。回路は一般に、半導体素子、電力用半導体素子と、受動素子とを組み合わせて構成される。電動発電機と比べ機械的要素が不要なため、効率が良く、保守が容易である。波形の出力方法として、パルス変調が用いられる。出力インピーダンスが小さく、電圧源として動作するものである。 コンバータ回路の直流側に大容量のコンデンサが並列に接続されている。出力インピーダンスが大きく電流源として動作するものである。純変換回路の直流側に大容量のリアクトルが直列に接続されている。初期の頃はロイヤー回路が使われていた。トランスを飽和させるブロッキング発信型で決して性能は良いものではなかった。 現在でもこのブロッキング発信型のロイヤー回路は、無機ル用の点灯回路として使われている。また、液晶のバックライト用蛍光管、レイン極管の点灯用としては、これとよく似た、高性能コレクタとも型回路というものが使われている。両者はたびたび混同されるが、動作原理は異なる。DC、AC インバータ回路系のインバータ回路であるが、チョークコイル型を用いた。 LC 共振型と共振トランスを利用して効率改善を図った共振型があり、インバータ回路分野ではかなり特殊なインバータである。インバータが特殊なのは、負荷が放電管という不正抵抗特性を有する素子を駆動するため、不正抵抗に対処するための独自の工夫が必要だからである。LC 共振型は主に電流共振型回路を基本にしたものが多く、 それに、様々な工夫を加えている。主に蛍光灯などの熱陰極管点灯用途に適する。一方、共振トランスを用いたインバータ回路は、霊陰極管の点灯用途、霊陰極管インバータに用いられ、その用途は、ノートパソコン、液晶モニター、液晶テレビのバックライト照明など幅広い。初期の頃は、ロイヤー回路が使われていた。 トランスを飽和させるブロッキング発信型で、決して性能は良いものではなかった。周波数は低く、数十ヘルツ数キロヘルツである。現在は、コレクタ強振が高い路というものが多く使われ、小型化されている。周波数は数十キロヘルツである。駆動周波数が低く、大電流大電力である。駆動対象は三小誘導電動機もしくは、 同期電動機がほとんどであり、スイッチング素子を各層2組ずつ用いた参照出力インバータが用いられる。正しい入れドウと比べて、インバータ方式では電動機の回転速度調整や出力トルクの調整が要因になることによって効率を大幅に改善することができる。省エネの観点からも電動機では直入れ制御からの置き換えが推奨される。 回転次回式の交流電動機では、電気子有機機電力と周波数、回転数がほぼ比例するので、インバータにより、有機機電力インピーダンス効果の電圧を加えて、低軌道電流、低滑り、低遅れ角に制御する方式が開発されて、鉄道界ではそれを、VVVF インバータ制御、VVVF 制御、可変電圧可変周波数制御と呼んで、1990年代、 以降の現在では、ほとんどの申請者の動力式となっている。VVVF インバータのスイッチング素子として、低出力用は、バイポーラトランジスタ、MOS フェット、大出力用は、自己証拠型サイリスタや、より高速の絶縁ゲートバイポーラトランジスタ、イベットが、主として使用されている。さらに、イベットよりオンの抵抗が小さく消費電力が少なくなるシックパワー半導体、 単価ケースモスフェットへの置き換えが2015年1月の小田急線の営業運転から山手線の JR 東日本 E230 号系電車東海道新幹線 N700S の2020年の運行開始へと進み出している。速度例を含む任意電圧任意周波数の制限波を生成する方式は基本的に PWM パルス幅変調方式によっているが、大容量素子の最大動作電圧が不足することから、中間電圧を設定した3レベルイバータも使われ、それに対し、オンオフ日の PWM インバータを2レベルインバータと呼ぶ。1990年代前半までは、大出力用には、ゲートターンオフサイリスタ、ジーテを小出力用途には、 パワーバイポーラトランジスタが主として使われていたが、1990年代後半以降は、より音抵抗が低く、高速駆動が可能な絶縁ゲートバイポーラトランジスタ、イベット、大出力用やパワーモスフェット、小出力用が製造されるようになったことから、これらの素子を使用するものがほとんどとなった。さらに、前項に記述したシックパワー半導体へと置き換えが進んでいる。 シックパワー半導体の製造メーカーには三菱、電気やロームなどがある。厳密には直流電力を交流電力に変換する装置あるいは装置の一部をインバータと呼ぶ。バッテリー電源の交流変換装置、直流電気鉄道のインバータ装置はこのタイプのインバータ装置である。一方、日本においては、相数、周波数、電圧等の異なる交流を得るために、 商用電源の単層交流、参照交流を一旦整流器で直流に変換してから再度交流にするための整流器・コンバータと厳密な意味でのインバータを組み合わせ、同一パッケージ内に収容した電力変換装置全体をインバータと呼ぶことも多い、産業用インバータなど、一口にインバータといってもインバータの応用範囲は幅広く、 それぞれの分野におけるインバータ回路と他の用途におけるインバータ回路とはお互いに全く異なるものである。応用面を大きく分けると、モーター制御、DC、AC インバータ、DC、DC コンバータ、放電ランプ用安定器、その他となる。インバータは固体回路素子のみから構成されるため、メンテナンスフリーの装置であるかのように誤解される場合もあるが、実際は、 とりわけ、コンバータとインバータを組み合わせた装置においは、コンバータ部の平滑用電解コンデンサが、経年劣化の避けられない、有寿未容部品であり、いずれは、交換が必要になる。故障による、長時間の停止が好ましくない用途では、予防保全として、電解コンデンサを5から10年程度の間隔で、定期的に交換することが好ましい。また、 電動機用などの比較的容量の大きいインバータは近年小型化が進み、素子をファンにより強制冷却していることが多い。そのため、ファンの交換も24年の間隔で定期的に交換することが望ましい。パルス幅変調とパルス振幅変調がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。